皆様こんにちは。本日は盛岡さんさ踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私たちはミスさんさ踊り、ミス太鼓連です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいま披露いたしましたのは盛岡さんさ踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いを込めた踊りで、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場の皆様に福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきます演目は七夕くずしでございます。七夕くずしは天の川を立て祭り、水に願いが届き豊作になるようにとの願いが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日間開催され、盛岡さんさ踊りが栄えるようにとの願いが込められております。最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区から大宮地区に古くから伝わる伝統さんさ踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは最後まで盛岡さんさ踊りをお楽しみください。